そういうね、はい、初心者ガールのロングスケート組んじゃった。その3、ベアリング選び。でもダウンヒルだとなんか普通のショートスケートに比べるとそんなプッシュとかそのベアリングの性能ってそんなに気にしなくてもいいのかなって気がするんです。そんなことはないか。ベアリングは1500円スタートから上まで行くんですけど、でも全然1500円とかでも全然いいと思うんじゃないです。やっぱりね、うん、でもやっぱり上手くなってくると、うん、じゃあスライドをします、くるっとスライドをする、うんうん、そしてやっぱり減速するわけですよね、うんうんうん、でそこからどれだけ早くこう、うん、またいいスピードに持っていくか、うん、っていうのはやっぱりいいベアリングと悪いベアリング使ってるので差が出てくるから、まあある程度のレベルに達してくると、うん、いいベアリング使って損はないのかもしれないですね。なるほど、でもそうだね。じゃあ1500円でしょ。全然いいと思う、うん、ミニローですね。右の、右の、はい、ミニローのやつ。その4、ビスナットスペーサーワッシャ。あとまあビスはもう本当にそのそうだ、もっと長さが決まっちゃうんで、うん、そんなに種類もないし、あ、はい、スペーサーとかも全然いらないんですよね、これね。いや、スペーサーコアになってるし、いや、スペーサー絶対いります。え、いる、はい、本当に。ロンスケでスライドの場合は本当ですか。もうスペーサー絶対。あ、本当ですか。で、ストリートの場合は、ガチャガチャ止めって僕言っちゃうんですけど、しっかりトラックとウィール止めないですよね、うん、でもロンスケはもう1個もそれはないです、うん、あ、遊びをなしなんだ。うん、遊びじゃスライドした時に、はい、遊びがあるカチャガチャのウィールは、うん、もうこれがガチャ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 ってなりながらスライドするんで、うん、しっかり路面を捉えてないんですよ、ね、それががっちりついてて、これがもうしっかり路面を、うん、しっかりこう捉えた状態でツラーっていくんで、ツラーっていくんで、うん、全然変わってきます。でそれをこれをちゃんと入れていくとベアリングとベアリングがここに来るからウィールの中で、うんうんうん、もうがっちり締めても大丈夫だ。ワッシャーも絶対いなくなったら入れるし、うん、あ、はい、そうですか。